バランタンはフランス、ノルマンディ地域圏、セーヌマリティーム圏のコミューン。バランタンは人口約1万2000人、面積1274ヘクタールをカバーし、パリからルアーブル、セーヌ川谷からディエップとを結ぶ、主要高速道の交差地点に位置している。ルアン及びイブ島から約20キロメートル、バランタンは緑豊かな環境の一部で活気があり、 コミューンを流れるオストルベルト川谷の観光が楽しめる魅力的な土地である。バランタンには古い国道15号線が通っていたが、現在は県道6015号線に置き換えられている。オートルート a 1 5 5線を用いれば、ルーアンの北西 17km の位置にバランタンはある。2015年3月から高速道路は、 オストレベルト高架橋を経由して、バランタンの南からイブ島へ循環している。バランタン駅があり、ルーアン・ルアーブル間を走る、テルオートイコールノルマンディの路線が停車する。1006年から、バランタンはその経済活動で知られ、注目されていた。バランタン領主の分子は、中世ジャージー島の政治家を輩出した。特に、ドルエド・バランタンという二人の人物である。 1846年、バランタイ公家教が崩落した。中世から現代まで、風車、製紙工場、宝石工場、そして高度な技術が都市の発展の特徴となっている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。